1問2問3問島問です。今回はですね、マルテル養魚場さん年末のねセール公演ということでね、団地を中心にね撮っていきたいと思います。もうね今日すごい寒いんですけどね。寒いね。凍えてます、はい、カメラマンもハッシーも同行してもらってます。よろしくお願いします。まあ、前回があれだよね、12月頭そうですね撮影して、で今回は12月中旬ですね。店主の伊藤さんもですね、なくなり次第終了って言ってたのでね、はい、どれだけ残ってるのかねわからないですけど、まあね、たくさん残ってるといいなと思いながら、はい、撮りに来ました。でももうちょっと寂しいね、うん、休養に入っちゃうってことは。そうですね、まあ、2ヶ月会えないので3月1日またねオープンするということなので、なぜこのセールをやるのかというと、まあ2ヶ月休むということはもう在庫はね、はい、もう持たないんですよ。だからもう売り尽くすためにこのセールをやるということなので、だからこのね価格が実現してるということなので、なので年に1回、はい、金魚ファンのためのスペシャルプレゼントになっております、ね。まあ、果たして儲かってるのかどうなのか、あんま儲かってないと思うんですけど、はい、まあ多分、はい、そこは聞いてないので分かんないですけど、まあ、島もあれだよね、まあ、こうやって撮影も来るけど、まあ、撮影以外もすごい来とるんだよね。そうだね、平日とか、うん、もう平日はそうっすね、あやとみ金魚屋さん週 2,3 ぐらいでは僕撮影以外で来てるんで、はい、撮影だけ行くんじゃないかっていうふうにね思われるかもしれないですけど、まあ多分僕の YouTube 見てる人は撮影の日しか来てないと思うんです。週3ですね、ほぼ週3で来てます。だから最新の情報がそうですね、まあ、お届けできるっていうのもあるよね、はい、常に、はい、アップデートされていくので僕の頭の中。それではね、寒いんで中の方撮っていきたいと思います。はい、それではね早速中入っていきます。はい、ワンプッシュして寒い。300円ですね、ランチいますね、セール。ちょっと小さめですけど安いですね。しっかりフォンタンもある子もねいますね。はい、はい、500円です。もうね砂金マット浮かべてあります。小骨多いです。こんな感じで、はい、安いですね。はい、ここは1000円、少し大きくなります。500円のサイズより少し大きめですね。はい、もうねかなり入ってますよ。はい、2,000円です。いや、この大きさで2,000円は安いですね。めちゃくちゃお買い得です。いいですね。
今日ね新たにね入った番地です。3000円、いいですね、サラサラ多くて、はい、はい、ここは3000円のランチですね。はい、ここも5000円ですね。はい、はい、ちょっと見やすく、はい、ここは5000円のコーナーです。なんと5000円。安いですね。8000円が5000円。ね、はい、もう残り少ないですが、はい、いますよ、まだまだ、はい、買い忘れてる人は。あ、でもこれがオンエアされる頃にはもうないですかね。はい、もう完売してたらごめんなさいですね。はい、ここは8000円です。
はい、これ新たにね、入荷したやつも取ってきます。キャリコスイコガン1000円、いいですね。はい、ライオンヘッドですね。単調ライオンヘッドかな。はい、すごい買います。まあ、これもすぐ売れちゃうんでしょうね。人気ですもんね、マルテルさんの単調ライオンヘッドは。はい、チョウビもいますね。いや、太くていいチョウビですね。はい、カラーもいろいろいるんで、今ならまだ選びたい放題です。果たしてこれがオンエアの時に残っているのかどうなのか。アオランチ5000円でも安いのにさらにプライスダウン、3000円です。いやこの大きさで3000円ですよ、安いです。すごいですね。はい、キャリコランチュ5000円。いやー、かわいいですね。すごいです。まん丸です。かわいいです。で、もう少し小さいサイズで、こっちは3000円の、はい、魚ですね。大きさで、はい、5000円、3000円と、はい、選べますね。はい、ショートテールオランダ。2万円めちゃくちゃでかいです。この手合わせてください。僕の手とマジで手のひらぐらいのこの大きさで、迫力満点ですね。残り2匹となっております。はい、桜君3000円ですね。結構ね、和金系が今人気なんですよね。日本一大会行ってもね、結構和金、はい、人気です。いいね。今のね、リニューアルしたステッカー、いや、このメイン水槽に貼っていただきましたマツケンさんのステッカーと一緒に、いや嬉しいです。これは嬉しいです。貼っていただきましてありがとうございます。今日もいい買い物できました。はい、2匹ゲットすることができました。はい、今回ねセールで、はい、即価の金魚3000円のランチですね、2匹うちのプレゼントで購入しました。はい、まあ本当にね、今年1年本当にお世話になったね、マルテルさん、まだまだね、いい金魚たくさんいるのでね、皆さんもぜひね、はい、遠方からもね結構来て見えるみたいなんでね、まあ、来る価値ありますね。まあ遠くから来ても納得ねする金魚に出会えると思うので、これを早速ね、おじの飼育場に持ってってプレゼントしたいと思いますので、はい、ね、喜んでもらえていいけどね。喜んでもらえていいけどね。うん、まあこれで2月の31日までお安く持ってるんです。パワーアップしたマルテルさんをね、一発目取りに行きたいと思いますんで、またその時もね、楽しみにね、来ていただけたらね、はい、幸いかと思います。
今年最後の金魚屋巡りとマルテル養魚場さんからお送りしました。ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。しまもんチャンネルのステッカーがリニューアルしたよ。欲しい人は気軽にしまもんおじさんに声かけてね。数量限定だよ。